うまいもん食えるといいけどな。これでも軍事施設よ。期待しない方がいいわ。病院食よりはマシな程度ね。覚悟しておきなさい。うおー、バイキングじゃん。豪勢、すごい美味しそう。めっちゃ簡単やんけ。東条、お前が意味があることを言う日は来るのか。欲しかった。どこがだよ、全然だよ、すげえごちそうだよ。おいおい、これとこれ足したら。そこまでショック受けるなよ。麺類もそうや。次、カルボナーラ食おうとしてたよ。そんなん相手の思うつぼやで。その相手って誰だよ。私らは何と戦ってんだよ。最初はな、こうやって一つの料理につき一口分だけを持ってくんや。こんな風に。この盛り付けを見たらな、店側は真っ青や。ここ店じゃないからな。何この軽さにこだわった生地と濃厚なクリームのハーモニー。いきなりロールケーキ食ってんのかよ。これ晩飯だからな。この煮しめ、しっかり味がしゅんでる。今度はいきなり実家っぽいよ。それとお前もやっぱボケだからな、自覚しろ。なんだってあるじゃないか。もしかして私らすげえ特待生なんだ。この不自然なまでの簡単ぶり、裏があるとは思わないの。私、売れっ子ロッカーだったし。なら相応のもてなしね。いただきましょう。不思議に思え。疑い続けろ、一般人か。と叫び散らしてる泉だって、さっきから腹の虫が鳴ってんの聞こえてんだぜ。私の耳は特別なのさ。そりゃ腹が減っては戦はできぬ、だからな。私だって食べるよ。私が選んでやるよ。これとこれとこれとこれ合わせてみろよ。その時の彼女たちは知る由もなかった。この中の一人が明日にはもういなくなること。ん、なんかナレーションが聞こえたような。しかも超不吉な。誰が言ったんだ。カレリン。うん、うん、じゃあ諜報員。違うわ。おたまさん驚かすなよ。あんな声出るのかよ。違います。じゃあ誰だって言うんだよ。今の声が誰のものでもないなら一つだけ可能性が思いつくわ。なんだよ。もう一人の招かれざる客人。なんだってんだよ。座敷わらし。妖怪の存在を信じるな、情報員。他に何が考えられるの。とりあえず妖怪は考えられないから。ならお手上げ。全く見当もつかないわ。ほんと使えないな。このナビが喋ったとかは。そんな人間のような発生器官があるように見えるか。ないか。お話できたらいいのにね。なあ。ん？あの制服は後を追ってみよう。おや、お前は確か茅森とか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは、よほど気に入られたものだな。私は樋口聖花、セラフを研究している。そしてここはその最前線となっている科学技術研究所だ。近いうちお前らは私の手のひらで踊ることになる。何？研究の内容が知りたい？いいだろう。隠すようなもんでもないしな。凡人にもわかるように言うと、スパコンによるセラフマッチングシステムだよ。そこの検査台に立って目を閉じて深く息を吸え。お前はすでに会ったことがあるやつもいるだろう。意識の根底に眠っているだけ。さあ思い出せ。深く息を吐きながら思い出せ。ただ忘れているだけ。そうだ、思い出せ。どうだ、未来は見えたか。電子軍人手帳でも体験できるようにしてやろう。暇な時にでも眺めてみるといい。
った。風呂も温泉みたいで最高じゃん。コーヒー牛乳まであるし、完璧ね。風呂上がりだと暑い。なら、そんな重ね着しまくってるマント脱げよ。それは違うと思います。何がだよ、きっと私が言ってることの方が合ってるよ。おかしい。なんだよ。ねえ、みんなもおかしいと思わない？思わない。なら気のせいね。コーヒー牛乳いただこうっと。自分の直感を信じろ、情報員。え、私？そうだよ。なんだよ、何がおかしいと思ったんだよ。いえ、大したことじゃなかったわ。まあ、実際大したことないんだろうけどさ、言いかけてやめられるのすげえ気になるから最後まで言えよ。何だったかしら。そうだ、ねえみんな、おかしいと思わない？大したことじゃないだろうけど、聞いてやろう。言ってみろ。ここに来て、一度も男の人に会ってない。あれ？本当だ。すっごい重要な疑問だった。そもそも軍なのよ。どうしてみんな揃って女性なの？そんなん簡単な話や。なんだよ。うちらの才能が男に勝っとんのや。なるほど、私たちも捨てたもんじゃないわね。腑に落ちるな。誰も気づいていない情報員っぽい疑問を呈して、そこまではよくできました。だったのに。じゃあどうしてだって言うんだよ、ユッキー。なんだよ、そのユッキーって。泉ユキなんだろ。いいじゃん、ユッキーで。ニックネームってことか。そう、私のことはルカでいいよ。は？なんだよ、私ら友達みてえじゃん。最初に話しかけてきたのはそっちじゃねえかよ。そうだったな。話を戻していい？お前に言われるとは思わなかった。ひどく哀れな気分だ。どうして女子しかいないかって？男子宿舎と分かれているだけなのでは？入隊日すら男子と分けられてるっていうの？そういや、あの場にも男子はいなかったな。米軍ではずっと昔から同じよ。分けることの方がセクシャルアサルトとなり、批判の的となるわ。果たして世界が許すかしら。今のお前すごく諜報員っぽいよ。それを維持し続けろよ。じゃあ何だって言うんだよ。考えられる可能性が一つだけある。それだ、来いよ。確信ついて来いよ。私たち6人はアイドル的に地球を守る的な？うわあ！やっぱりアホだった！その可能性だけはあれへんわ。うちは黙っとったら美少女やけど、そっちのロッカーさんは首の下から足の先までど田舎の芋娘丸出しやで。顔がイケてんのは認めるんだな。まあ明日から訓練も始まるんだし、好き見て教官にでも聞いてみたらわかるだろう。そんな簡単に口は割らないと思うけどな。寝るのも6人でか。同じ天井見上げてさ、修学旅行みたいだな。ふん、恋バナでもするんか。そんな思い出あったっけかな。すごく遠くに感じる。こんな時代だものね。ずっと一人で寝ていたから、こんなの初めてです。お前、帽子かぶったまま寝るのか。それは体の一部で外れないのか。起きてもかぶってたら奇跡だと褒めたたえたいくらいだ。あ、いいこと思いついた。ナービー枕にしたらめっちゃ寝心地いいんじゃね。ダメ。ちょっとぐらいいいじゃんよ。存在に扱うなって言われてたろ。それに朝めっちゃ早いんだから、おとなしく寝ろよ。はいはーい。やれやれな一日だったな。朝目覚めるたびに一人ずつ消えている。そんなゲームがこれから始まる。え、そんなゲームが始まるの？ユッキー、お前が一番うるさいからな。いい加減寝ろよ。今のセリフ聞いてよく平然と寝られるな。みんな寝てるし、誰かの寝言だろう。いろんな意味で怖い。何が始まるんだよ。
これから一体